でもカモなのでまだ確定じゃないんですけど、でももう結構そうびっくりだよね。こんばんは。なので今日の公演はずっと空のこと見てました。やぶれてありがとうございます。そう、ね、なんか早っ。でもなんかその同期で同い年でっていう、そのなんかもう卒業がなんかもうまだ信じきれてない、全然全然信じきれてないから、なんか実感があんまない。そうけどもよくそうだよな、最後だよなって思いながら思ってたけど。そう、こんばんは。ねえ、でもなんか今日公園の空き時間にサラとハルカと3人でずっと喋ってて、でもずっと喋ってると待って、この会話の中にサラがいなかったらどう会話、もハルと話すこともたくさんあるけど、ってなった。でここにサラいなくなるんだと思って。ね、こんばんは。それがちょっと寂しいけど、まあでもあと1ヶ月もないけど、まだ時間はあるので楽しくいます。一緒に。そう、ポンコツさんいよいよ音源解禁がなんと明後日でございます。明後日の12月7日にその、まあ、特別配信をしまして、そこでなんとポンコツな君が好きだの音源が解禁されます。やば、楽しみ。うわー、そうだよね。ね、多分明後日朝配信になりそう。多分。こんばんは。なんでちょっとワクワクですね。あともう一つもうお知らせっていうかあれですけど、あの私12月8日に600日を迎えるじゃないですか。毎日アイドルをで8日にダンス配信しようかなと思ったんだけど、ちょっと無理そうなのでちょっと時がずれてしまうんですけど、これメモしてください。あ、でもまだ確定、ま、ほぼほぼ確定だけど、12月10日にちょっと弾き語り配信をしてみようかなと考えているんですね。こんばんは。と、を考えていまして、そうって考えていまして、まあでもあんまり曲数はできないかもしれないんですけど、だからあ、イエーイでやってます。イエーイって言ってくれてありがとうございます。そう、自信がついたっていうか、まあ、やってもいいかなって思って、ちょっと曲がまだ決まってないんですけど、3曲できれば4曲やれたらいいなってちょっとみたいな思ってますけど、ちょっと初めての挑戦だけど、まあそんなことを考えていたりね、ちょっと時間帯が分かってないけど、こんばんは。
またなんかちゃんといろいろ分かったら言いますね。あ、はおちゃん今度グループのおしゃべり会ですげえ楽しみです。はおもすげえ楽しみですね、オンラインおしゃべり会も受付中なので、ぜひ皆さん、ぜひ皆さん見に来てください。あとあれですね、あれも話そうと思ってたの、ちょっと話すこといっぱいある。あの明日から始まる2期生のミニのあのイベント、でもあれはなんだろう、え、全員エントリーされるんですけど、なんですけど、じゃメールにも言ったんですけど、ちょっとうん、そうですね、いろいろそれこそピアノのこととかあったり、ちょっと今回はね、マイペースな感じで、いつも通りな感じで配信しようかなって考えてますっていうのをみんなに今日伝えようと思ってました。ラブレターありがとうございます。でも結構迷ったんです、なんか2期生だけだし、なんかね、ちょっとうん、なんかね、変化つけた方がいいのかなとか、投票機能にはしません、はしないんです。グループ全グループなん、グループ内のイベントなんでって思ったから、すごい迷ったんですけど、なんかそれこそファンの方にお話しした時、メールでした時に、やっぱり青がおしゃべり会完売させたいって言ってたから、そのそれに向けておしゃべり会申し込んでくださった方とかがやっぱたくさんいてくださったので、そういうのも考えたりとか、うん、あとはなんか今やっても中途半端になっちゃうと思って、なんか青の今の状況的に、それはちょっと良くないなとも思ったしっていう理由です。ラブレターありがとうございます。かな、だからそういう感じなことでございます。こんばんは、手袋ありがとうございます、ね、でもね、私ミニーさんはもう私が読んだことある数少ない雑誌の中の一つだったんですよ。結構大人っぽい雑誌だけど、小学校の時から読んでて、だからこそちょっと迷ったりしてたんですけど、いいね、ありがとうございます。ちょっと今回はマイペースに配信するって決めました。こんばんは。そう、こんばんは。そうそう、でも結構私たちもイベントのこと聞いたのが一昨日ぐらいで、結構急だったんですよ。みんなすごいね、あのめちゃめちゃ考えてだから、その中でもちょっとできるだけ考えて結果出してみました。でも本当に迷った、本当に迷った、もうみんなにメールするまで本当に迷って、でもやっぱりちょっと時間的にも今回は、という感じでございます。そう、どうしよう、そろそろ本題に行きましょうかしら。早いかな、こんばんは。でも早めに言ってた方がいいよね。
これで本当に行っていい、いや行って大丈夫って言ってたからいいよ。それでは言いますね。12月31日金曜日、大晦日ですね。大晦日にあの NSD さんで放送される学校のお宝拝見します2021に出演させていただくことが決まりました。イエーイ。あの NSD さんなので、新潟のテレビ局さんなんですけどに出演させていただくことが決まりました。いいね、ありがとうございます。新潟なので県外の方はどうなんだろう、 NST あれなのかな、なんですけど、ありがとうございます。あの一人です。ありがとうございます。一人でメンバーは一人で、そう、去年みゆみゆが出てた番組さんなんですけど、ハートありがとうございますに今回出演させていただくことになりました。ハートありがとうございます。それこそこの前あのロケに行ってきまして、いいね、ありがとうございます。行ってきまして、ちょっとでも私ちゃんとなんか NGT から離れてこういうお仕事することが本当に初めてだったから、めちゃめちゃ緊張したし、私も大丈夫かなってめちゃめちゃ思ってます。なんならそうすごい緊張、喋れて、でも本当にもうスタッフさんと共演者の方が本当に優しい方で、もう私はもうそれにとてもとても助けられ、めちゃめちゃ勉強になりました。でもちょっと心配、私どうなってるのか。めちゃめちゃ心配だけど、でも本当に勉強になったし、ちょっと見どころもいろいろあったりとか、ちょっとまあ、まあ、どこまでわからないんですけど、本当にドキドキなの。でもロケもすごい楽しくて、こんばんは。そうで、なんかあ、そう、これがあの12月の嬉しいお知らせでした。そうすごいね、心細くて、手袋ありがとうございます。心細くて、もお母さんにも事前に言ってたんです、ちょっと一人でテレビ出るんだよねって言ってて、でもママにもすごい心配されるくらい、あーちゃんそんな一人で大丈夫なのって、すごいね言われてて。でそのロケの当日もずっとママと連絡取ってました。こんばんは。あ、で時間帯がですね、午後の4時45分となっております。まあそれはあの当日、まあいろいろ多分このあと今後おいおいまた公式の NGT のツイッターとかに出ると思うんですけど、4時45分から1時間番組でございます。もう本当に緊張したけど、本当に喋ってたかなって感じ。でも本当に楽しくて、12月31日ある意味私の2021年仕事納めみたいな。もうロケは終わりました。一
日ロケして、こんばんは。ラブレターありがとうございます。なので、じゃあそれも楽しみにしていただけたら。でも本当にドキドキなの、なんかもう大丈夫かなってすごいもう心配あんた、ありがとうございます。ラブレターありがとうございます。なんかもう、しかも前回がミュウミュウだったから、ミュウミュウなんてもうしっかりしてるじゃないですか、大人だし。だから本当にね、すごいめちゃめちゃ不安めちゃめちゃ不安なんですけど、そう、やっぱり普段あんまりなんかもうメンバーでさ、なんか、うん、話すメンバーでお仕事することが多いから、あんまりあのグループを飛び出してお仕事することって本当にないからあれだったっけ。すごい、だから本当に周りの人にめちゃめちゃ刺激を受けました。まあそのことも、ね、いろいろ解禁されたらお話ししますね。こんばんは、はい、ありがとうございます。そう、マネさんはね、マネさんは結構落ち着いてみてくださいました。はい、ありがとうございます。ロバルト、ありがとうございます。そう、でも全然なんか昔の私だったらすごい共演者の方にも人見知りして全然喋れなかったと思うけど、そういうことも長く結構仲良くさせていただきました。そう、お話しさせていただきました。だからすごい楽しかったし、うん、なんかそうですね、成長を感じたのもあるけど、まだまだだなともすごいたくさん思ったから、そこがなんかどうやって映るのかがちょっと不安だけど、うん、楽しかった。なのでちょっと12月31日4時45分からです。ぜひご覧ください。ね、ちょっとそれが嬉しいお知らせでした。そう、雪の騎士ありがとうございます。結構ね、やっぱり年を締めくくる12月31日の日の NGT のテレビ出演って、多分私が2021年最後だらしくてだから頑張ってくださいね、古舘さんってあのスタッフさんに言っていただけて、いただきまして頑張りますって言って。ラブレターありがとうございます。でもそうね、
う本当にドキドキ。私ちょっとこの12月いっぱいずっとドキドキのまんまかも。あ、NST さんはフジテレビ系列の新潟のテレビ局さんです。ラブレターありがとうございます。そう、あとはまあでもそうですね、12月31日なんで本当に年の終わりですけど、はい、まあでもやっぱり今日から一番近いのは12月7日の特別配信の、あの音源解禁がやっぱ今一番近いあれなので、ぜひぜひぜひ、それはもうみんなに見ていただきたいですね。本当にそう、本当に楽しみにして、ポンコツポンコツ本当に楽しみにしてほしい。ハート、ありがとうございます。ポンコツトークでも盛り上がりたい。ハート、ありがとうございます。明後日です。ね、エンタメミックスさんは12月の12日なんですけど、まあそれもあったりとかして今回のショールームあれだとあれにしたんですけど、そうだから本当に嬉しいんです。嬉しいの、ポンコツ関連その他もろもろ本当に、ハートありがとうございます。そうだからね、本当にちゃんと丁寧に丁寧にね、お仕事して、それこそ8枚目のねシングルにもつなげられたらいいなって思いながら頑張りますありがとうございます。ラブレターありがとうございます。ということで56分になっちゃうので、今から急いで明日の夜ご飯を発表したいと思います。いきます。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、うどんです早い早い、あ、決めんの早い。こんばんは、うどんです。何うどんが好きですか？私はきつねうどんが好きです。はい、ということで明日の配信時間は夜の20時から配信するので見に来てください。20時からです。ぜひ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 お待ちしてます。はい、ということでスクショタイム今日青、頭冴えてる。スクショ、ということで今日のランキングを読みたいと思いますスピーディーだね、もしくは最近ずっと冴えてなかったんで、いきます。ありがとうございます。12位ソウルメイトさん、ありがとうございます。11位ファフハさん、ありがとうございます。10位ジンさん、ありがとうございます。9位ニシさん、ありがとうございます。8位バタバラパラダイスさん、ありがとうございます。7位 MS さん、ありがとうございます。しろちゃんさん、ありがとうございます。5位金堂さん、ありがとうございます。4位ポンポンさん、ありがとうございます。お、ランキングが変わりました。最初から読みます。13位かおるこさん、ありがとうございます。12位かっちゃんさん、ありがとうございます。11位にしさん、ありがとうございます。10位豚バラパラダイスさん、ありがとうございます。9位たからさん、ありがとうございます。8位ポンコツしろちゃんさん、ありがとうございます。7位 MS さん、ありがとうございます。6位ポンポンさん、ありがとうございます。5位ジンさん、ありがとうございます。4位新潟カズ、カエリ、ヒノ、アオイ、大好きさん、ありがとうございます。3位ヨックンさん、ありがとうございます。2位キンドウさん、ありがとうございます。1位考えるヤミーさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。明日からまた1週間始まりますが頑張りましょう。私も頑張ります。ということで12月31日のこともぜひ、おちゃんどんなんかなって楽しみにしててください。その前にね、12月7日の特
特別配信も見ていただけると嬉しいです。あとオンラインおしゃべり会もですね明日まで受付しておりますので、ぜひぜひ申し込んでくださると嬉しいです。今日ははるかとお揃いの服を相談しました。春のそれもお楽しみに、ちょっと頑張って2人で考えてるのではい、ということで今日もありがとうございました。おやすみなさい。あ、そう、グループおしゃべり会もです。そうなのでぜひぜひヤヒちゃんと青のグループおしゃべり会お待ちしてます。ということでおやすみなさい。そう、12月26日です。ありがとうございました。詰め込みすぎちゃった。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみ。いやー、まだ切れないね。おやすみなさい。